皆さんこんにちは、ウェスコースブルーイングのデリックです。今日もビールを紹介したいと思います。今日紹介しますのはこちら、フルホップアルキミスト14でございます。今回はヘイジーダブル IPA のなんとちょっと低めの 7% でございます。では早速テイスティングをしながら、ビールの解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず色ですね。まあ、あのアルキミストっぽさ全開ですね。もうあのドッとどっしりあの濁ってございます。では香りいきたいと思います。まあ、メロン感ですね、すごくあって、あと柿っていうの、柿っていうの、あの日本の柿、僕大好きなんですけど、ちょっと言い方困ってるんですけど、そこそういう感じがして美味しそうです。では味いきたいと思います。その前に、一つ説明なんですけど、今回のアルキミスト、なんとホップを8種類同時にぶっ込んでおります。どんな味わいか気になりますね。ではいきたいと思います。すごい熟した柑橘ですね。さすがに8種類も使ってると、そう、あの絡み合って、その相乗効果というか、しかも今回ニュージーランド系のホップがすごく多い、ということもあって、苦味もしっかりありますし、アルキミストの中でもすごく特徴のある、これっていうのがないっていうのがすごく逆に不思議に面白くて、ぜひ皆さんもトライしていただきたいと思います。よろしくお願いします。